アンヌ・テレーズ・ド・サボアイ・コール・カリニャンは、フランス王国陸軍元帥、スービーズ公、シャルル・ド・ロアンの二人目の妻。サボヤケ坊系のカリニャーの公、ビットーリオ・アメデオと、本家のサルデーニャ王、ビットーリオ・アメデオ二世紀の初出の娘ビットーリアの間の長女。両親は、多額の借罪のために、鳥の宮廷を追われて、パリに移住していたため、アンヌ・テレーズも、パリで育った。 1741年11月6日、サベルヌのシャトーデ・ロアンでスービーズ公と結婚。婚姻の指式は、新郎の弟のストラスブール司教アルマンガストン・マクシミリアンド・ロアンスーキ教が務めた。1745年、ジテオテルド・スービーズで死産した際に亡くなった。27歳だった。ジーニアロジー・サボイアン。2019年10月11日閲覧。 ジーニアロジーアセンダントジュスコカトリエムディグレ、インクルーシブメントデトゥスレローアイプリンセスデメゾン、スーベレンズベール、ヨーロッパアクチュアルメントビバンズ、グーグルブックス、2019年10月11日、閲覧、ありがとうございます。